はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。幻の梅サワー。ね。サンサンサンガリアです。梅岡さんの、幻の、違う、完熟梅エキス使用。アルコール度数 5%、無果汁。無果汁なんかーい。ここまで梅って果汁みたいな、梅エキスとか書いてあって無果汁かよ。それはびっくりだな。幻の梅とは、岡端農園で育てた、枝なり完熟梅を使用した梅干しです。原材料は梅エキスとウォッカと食塩と酸味料と炭酸と香料と甘味料です。甘味料入ってんのか。こちらがね、ローソンストア100で売ってましたね。確か。甘味料が入ってんのが若干あれだけど。気にはなるな。乾杯。ああ。これあれだ。小梅ちゃんだっけ？小梅っていうなんかちっちゃいさ、キャンディーあるじゃないですか。あれですね。あれの味がする。それだ。甘酸っぱい。そんなに甘味料の味はしないですね。美味しいです。特に、サンガリア独特の癖もそこまで強くないし。まあ、特に、甘酸っぱい。梅サワーだ。あれに似てる。バイスサワーっぽい。バイスサワーに甘い砂糖を入れたような。それだな。バイスサワーだな。何が幻の梅なのかもよくわかんないけど。なんかただの、誇張表現にしか見えない。別に幻じゃないだろう。いう感じの。誇張だね。確実に。コク。甘みはまあそこそこ強い。香りもまあ。これは普通に美味しいですね。これは普通に美味しいでしょう。3444です。ご視聴ありがとうございました。